はい、こんにちは、レトスの大野です。4月24日の3問に入る前に、今日は私の話を少しさせていただきたいと思います。やればやるほど面白くなるもの。それが勉強です。法律の勉強は、はじめは外国語のように何を言ってるのか全くわかりません。私自身がそうだったんですね。で、そもそも私はですね、漫画を含めて本を読む習慣がなかったんですね。なので、宅建の勉強をしていても、その本に書いてある内容が全くわからないんですよ。だからとりあえずは丸暗記をしていったんですね。そして5ヶ月ほど勉強して、解いたことがない過去問を解いたんですよ。で、まあ5ヶ月勉強してるんで、まあそこそここれ勉強してるんですね。なので自分自身はもう実力ついたんじゃないのかなと思ってたんですよ。で、解いたことがない過去問解いたら19点だったんですね。50点満点中19点です。もうこの時はですね、もう勉強が苦痛で、まあ面白くなかったんですね。5ヶ月間はずっと面白くなかったです。何言ってんのかわかんないから。まあとりあえず覚える学習をしてたんですね。だからやったところは覚えてるんですけども、まあ実際丸暗記なんで理解してないから、応用問題が出たら解けないんですよ。ちょっとひねられたらもうそれで失点しちゃうんですね。なので、もうこのままじゃこれ合格できないなってもうこの時思ったんですよ。で、こっから勉強法を変えていったんですね。それは丸暗記学習から理解学習に変えていきました。これがですね、4月中旬だったかな、そのぐらいだったと思います。で、ここから理解学習を行いながら一つ一つ分かるようにしていって、で、それを積み重ねていくと、あ、〇〇だからバツバツだよな、というふうに、自分自身で答えを導けるようになったんですね。つまり単に覚えてる覚えてないっていう話じゃなくて、問題文見て、あ、こういう状況だから、あ、こうだよな。だから、あ、これが答えだな、というふうに分かるようになってきたんですよ。まあそうなると、問題を解いていても面白くなるし、新しい分野を勉強しても、これを勉強して理解すれば、また知識増えるんだな、と思えるようになってくるんですね。で、知識が増えれば、より自分で考えて答えを導けるようになります。そしてさらに面白くなります。勉強って、やればやるほど面白くなるもんなんですよ。勉強しても面白くない人っていうのはおそらく丸暗記学習だと思います。丸暗記では勉強の楽しさってわからないです。理解学習を実践すると勉強が面白くなって、そうするとさらに勉強します。そうすると点数伸びます。それは当然合格しますよね。なんで、ぜひ今年絶対合格したいというのであれば、理解学習を実践して楽しみながら合格を目指しましょう。まあ、実際ね、弊社の個別指導の受講さんも、意外と勉強面白いって言ってくれる方多いです。まあ、もちろんね、初めは理解できない部分も多いんですけども、ある程度勉強を重ねていくと、意外と皆さん楽しんで勉強されています。まあ、だからこそね、合格していただけると思うんですね。なんで、もしあなたも絶対今年合格したいというのであれば、今から理解学習に変えれば今年合格十分目指せます。ただ、個別指導、募集終了まであと4人なので、お早めにお申し込みいただければと思います。で、個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。それでは本日の3問に入ります。A 所有の建物につき、A が結婚したら B に建物を売却するという売買契約が成立し、条件が成就する前に地震により建物が滅失してしまった。この場合、飼い主 B は A に対し損害賠償請求できる、丸か×かという問題です。考えたい方は動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。で、答えは、どうかというと、B は A に対して損害賠償請求できませんので、誤りですね。停止条件付きの売買契約において、債務者に記責事由なく目的物が滅失した場合、まあ、債務者というのは売り主ですね、今回で言うと。売り主の責任じゃない理由で、建物がなくなっちゃったよと。そういった場合、債務者、売り主は債務不履行の責任を負いません。なので、買い主 B は売り主に対して損害賠償請求はできないので、誤りとなります。まあ、今回は、まあ、これだけで全然解けちゃうんですけども、まあ、この問題には別のポイントがあるんですね。で、この別のポイントも、実はこれ一緒に覚えた方が効率的なんですよ。バラバラに覚えてしまうと、もう混乱の原因になりますので、まあ、できればですね、この別のポイントっていうものも一緒に覚えていただきたいと思います。ただちょっとそこまでお伝えを教えるとちょっと長くなっちゃいますので、その点については個別指導の受講生さんのみお伝えいたします。で、問2に入る前に、まだチャンネル登録していない方は、この動画の下のチャンネル登録のボタンクリックしていただいて、チャンネル登録していただければと思います。で、問2に入ります。
飼い主がクーリングオフによる売買契約の解除を行う場合は、宅建業者である売り主に対して国土交通大臣が定める書式の書面を持ってその意思表示を行わなければならない、丸か×かという問題ですね。答えは×です。クーリングオフにおける契約解除は書面で行わないといけません。その際の書面について書式は定まっていません。したがって今回の問題文、国土交通大臣が定める書式、これが誤りです。書式は定まっていませんので、まあ、とりあえず書面でクーリングオフによる解除をしますよっていう意思表示をすれば、それで撤回することはできます。で、申し込みの撤回なんですけれども、これは書面を発した時、つまり発送した時ですね、書面を発送した時に効力が生じますんで、この点も注意してください。これは以前の動画でもお伝えした内容です。注意してほしいのは、到着した時に効力が生じるわけではないということですね。この点をちゃんと頭に入れておきましょう。で、問3です。都道府県知事は宅地造成工事規制区域内の宅地で宅地造成に伴う災害の防止のため必要な擁壁が設置されておらず、これを放置するときは宅地造成に伴う災害の発生の恐れが大きいと認められるものがある場合、一定の限度のもとに当該宅地の所有者、管理者または占有者に対して擁壁の設置を行うことを命ずることができる、丸か×かという問題です。まず擁壁なんですけども、これはですね、まあ、イメージとしてはコンクリートの壁です。崖とかが崩れないようにコンクリートブロックみたいなので壁になっているようなものあると思うんですよ。例えば道路の隣だったりとか、道路の横が崖になっていた時にコンクリートで壁にされていたりとか、あとちょっと高いところに建物を建てる場合、その建物の土台部分ですね、建物の下が、擁壁、壁になっている、コンクリートの壁になっていたりとか、まあ、そういったものと考えていただければ大丈夫です。で、これ宅地造成をするってことは、まあ、これ工事をするんですけども、これ工事をした時に崩れてくると危ないですよね。擁壁があったら、まあ、崩れにくくなるので、まあ、大丈夫なんですけども、擁壁とかがないとどん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 崩れちゃうんですよ、土がどん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 。でそうなってくると危ないから、知事っていうのは、この宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者とか管理者とか占有者に対して擁壁設置してくださいっていうふうに命じることができるんですね。まあ、なのでこの問題は丸になると、まあ、いうことです。で、まあ、これはですね、改善命令と呼ばれるものなんですけれども、まあ、先ほどね、お伝えした内容でわかると思います。で、一定限度っていうのは災害の防止のために必要な限度、かつ土地の利用状況等から見て相当であると認められる限度を言うんですけども、ちょっとこれ分かりづらいですよね。なのでもう単純に必要な範囲内で改善命令できますよと、必要以上の改善命令はできませんよと、まあ、いうことです。まあ、イメージとしてはこんなもんで全然問題ありません。そして個別指導の募集終了まであと4名となりました。まだ試験まで約6ヶ月ありますので、全く知識ゼロの方であったとしても今から理解学習を行えば今年の合格も十分目指せます。まあ、もちろん理解学習ができるっていうのが前提なんで、まあ、理解学習ができないとなかなか合格するのは難しいんですね。ただ個別指導ではその理解学習というものを強制的に行っていただきますので、今年の合格も十分可能だということです。あなたが絶対今年合格したいと思っているのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこちらの真ん中の動画、こちらをご覧ください。で、個別指導のお申し込みはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただければと思います。今年の合格目指して一緒に頑張っていきましょう。レトスの小野でした。